はい、おはようございます。釣り子 TV です。今日の釣り子 TV はね、このレンタルボートの釣りとかでよく見るですね、水を張ってバスをこう地面に直接置かないで計測ができる、こういったね、メジャー、これ硬いんですけども、こういったのをね、一個欲しいなと思って作ってみようと思って材料をですね買ってきたんで、ご紹介していきたいと思います。はい、じゃあ早速作っていきたいと思います。まず用意したのがこれ、このね、器、プランターを入れるですね、水がこぼれないようにするこう受けなんですけど、この上にまあ鉢植えとかを置いておくプランター受けなんですけども、ホームセンターでいろんな種類のものが売っていて、で今回ですね、これは400円ぐらいで買えたんですけど、グレグラプランター受け皿60型アイボリーねっていうやつを買ってきていましたね。結構これ自体は安く買えますんで、ホームセンターとかね、近くにあったら覗いてみて探してみると、なんていうんですかね、お花のコーナーとかそういったところに、ガーデニングコーナーとかに売ってますんでね。でメジャー、今いろんなところからメジャーステッカー、販売されてますけどね、今回はこれね580円、切って貼って使える余裕の120センチっていうものね、ですね、コーモランのやつ2つ買ってきてみました。これを上と下にね、こんな感じでビッて貼ろうかなということで、貼ってきました。でこれを切るハサミとね、薬品、無水エタノール、日本薬局型って読む、まあ簡単に言うとアルコールですね。これでちょっと油分を拭き取って、それでね、シールのノリを良くするということで、これとあとはまあこの拭くための布ね、何か、はい、じゃあまずはこうね、結構油分とかあるとこういうステッカーがベローンって剥がれたりするんで、このアルコールでですね、軽く拭いてね、油分を、油分をね飛ばします。はい、綺麗になったということで、これねちょっと開けていってみますかね。120センチあるっていうことなんで、どんなでしょうか。どんなもこんなも、まあこういったシンプルなねステッカーで、で端から端でおよそ59センチぐらいまで測れるっていうことなんでね、ちょっとそうですね、まあこれを超えてくるような巨大魚が釣れたら、まあそういう時用に、まさかの時用にちょっとした、メジャーを準備しておくといいかななんて思いますけども、だいたいね、これだけあれば自分は十分ということで。でレンタルボートの釣りとかね、おかっぱりでこれ持ち運ぶのは結構大変なんですけど、結構レンタルボートの釣り、三島、豊草、戸面っぱら、亀山ダムとかね、房総のダムとかで釣りするときと、あとはフローター、自分のは H 型のフローターで結構、物を置けるところが多いので、これ後ろの座席の後ろにでも突き刺しておけば、結構さっと使えるんじゃないかなということで、そんなところで使用しようかなと思っております。はい、まあでこれはシールなん でこの端っこをそうですね0センチに合わせたいんで、この0センチの真ん中でカットして、で後ろはちょっと余分めにカット、まあでもさっき見たら59センチだったんで、59センチのラインでカットね、ちょっと60センチまで測れませんようですが、
これで一回合わせて56センチぐらいが自分の今回買ったプランターだと56センチぐらいのラインが限界みたいですね。こんな感じかな。一応ね、端っこの方に合わせたら測れるよっていう感じにして、じゃあ反対側も切っとこうかなと思います。こんな感じでしょうか。じゃあね、早速貼っていきたいと思います。一箇所完成ね。よいしょ。じゃあ2枚目貼っていきたいと思います。どうだろう、こんな感じかな。ちょっと上の方がかぶるから、こんなところですかね。まあ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 、だいたいこんな感じでいいんじゃないですかね。はい、完成。これでね、50アップってところまでは、結構正確に測れるメジャーができたんじゃないかなっていうことでね、これをせっかく作ったんで、測りで大きな魚がね釣れたらね、何センチだなんていう風に測っていきたいと思います。でね、なんかよくこの手の測るとね、尾開きじゃないとかね、口が開いてるとかいろいろあるんで、どれが正解なんですかね。まあ口は閉じていて、尾はこうピッて開いたやつが一番なんだって言われないんですかね。結構まあ自分の中の自己新記録更新とかでない限りはもうざっと測ってさっと逃がすっていう感じなんで、まあでもね、それが49センチか50センチかとかだとね、結構慎重に見るかもしれないんですけど、だいたい5センチ刻みで46でも47でも48でも結構自分はどうでもよくて、まあ45アップなのかな、50アップなのかな、はたまた55アップなのかな、まあそこら辺でね、サイズをざっと、これぐらいのサイズが釣れましたよっていうことで、測っていきますので、まあね、またね、こんな測り方がとかがありましたら教えていただければと思うんですけども、とりあえず2018年はまあ口閉じ尾開き、この状態でね測って、見てみようかななんていうふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り講 TV はこの、よく見るね、水を張って、まあ魚がその熱い地面に置かれないで、計測できる、こういったものを作ってみたよと、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。